やっていきましょうか。バイオハザード・ナビレーション。あー、そこの展望台でいろいろと楽しかったのに、落ちてゆくクイーン。あ、セミラミスの方かよ。セミラミスは終わったのに、あれ、ゼノビアは、セミラミスはどうやって撃ち落とされたのかな。落とすはあれか。ああ、なんだ。ああ、なんかまだ一人で快感を覚えている変態紳士さんがいたみたいですね。はい、まあ、ということでゼノビアがこれから沈められてしまいますよという、まあ、危機的ピンチをね、今から迎えている、いるということでございますので、まあ、ジェシカが前回ね、ポチッとね、自爆スイッチっていうのをね、おっしゃったんで、まあ、急いでね、ここから逃げていかなきゃいけないということでございます。はい、さあ、決め手をね、優秀な、まあ、私の優秀な僕まあ、しもべなんだけどね。はい、ちょっと、まあ、状況は理解したんですけれども、はい、かっこいい、プリスかっこいい、好きー、ゴリラじゃなかったらもっと好きーということで、まあここでね、遺言である、まあこういう大体ね、なんかね、してやったり感があるやつってね、罪が甘すぎるっていうところとね、主人公たちの力舐めんなっていう話なんですよね。主人公の力舐めてたらダメっすよ、本当に。まあ結局正義は勝つっていうところですからね。ということで、戻りましょう。はい、ちょ、置いてかないで、置いてかないで、こっち行くよね、急ぐぞってね、こいつね、戦うときはね、当てた、カーク、戦うときはね、消極的なくせにさ、逃げるときだけ積極的なんですよね、ほんと。ハットリック、いつでも3点決めてやるぞ、ベイベーってか。3点決めちゃうよ。3点、ブーストで、こっちには戻れなーい。あ、すいません、選手ですね。選手、先生、私はバグらないことを誓います。ほんとに？あれどこ行った？あいつ早えな。逃げ足だけは早えな。よいしょ。で？あー、すいません。遅くなりました。はい。待ってた？俺、ルーナのよ。俺の方がつついてやろうか？本当はお前がツキツキしてんだろ？でも残念。あー、ちょ。こいつ、本当に色気もクソもねえな。ちょっと待ってよ。頑張ってるんだけど。時間がないぞ。ぴょん。おお、早いな。で、どこ行った？あ、違う、こっちだ。あいつ、逃げ足だけは早いな、ほんとに。どっかの主人公みたいだな。よし、早い。ほんとに早い。登ってきやがった。待て、追いかけて死んぜよ。ちゅ。待ってよ。もっと遊ぼうよ。で、あい、ちょ、なんだ？あ、待って、なんかあった。待って、何か、あーもう戻れない、寂しさ。あお、で、なんか敵出てくるんだっけ。あれ、これなんか通ったことある道？違うな。あ、逆だ。クリス、ウェイ、この爆風に、あおえー、ちょっとこの爆風に巻き込む、あれ？ブルドック？パーカー？お前、どの道かここに来たのよ。よ、ジュー。はい、ジュー。元気？ところで俺、ハンドガン持ってないんだけど、大丈夫かな？ Can you stand, Parker? Can you stand? ああ、すまないな。こういう時こそ、セクハラし放題。うわ、ジルのいいお尻。そうなんでね。あ、これあれか。え？ She's working for me. あ、なるほどね。パーカーのハンドガンを借りてるってことですね。内通者モルガン。ということか。で、スイッチをめっちゃ浮いてんじゃん、パコ。緊急、今は使えない？え？今は使えないだと。そんなことがあるのか。じゃあ、ああ、そうだよね。今使えるようになるよね。Pass that.Can't we turn it off or something? なんだよ、順番があんのか。ごめんね。止めます。止めることには成功したが。あれ？あ、ですよね。なんかそんな予感はしてた。Don't get cocky! やばい。あー、オッケー。かっこいい。リロードの仕方が超かっこいい。ハンドガン20発。パーカーが重いはずなのに、それでもバグる、この真実。ダメだねー、もう。ところで、あのゴリラどこ行った？あいつ一人だけ逃げようとしてんじゃねえかな？ゴリラ。
っと待って。あれ？Just back me up for now. あ、ゴリラいた。よし、オッケーオッケーオッケー。Follow me. 頼むぜ、頼むぜ、頼むぜ。ちょ、お前、初めからリロードしとけっちゅうの。あ、あ、やばい。あ、やばい。あ、やばい、やばい、やばい。オッケー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 。リロードの仕方がかっこいい。先導してくれ。頼むよ。先導、先導。先導多くして船山を登る。ん？だったっけ？わかんない。山には登らない、海に沈んでいってる現実。いる？レイマンズ、I'm sorry. Okay, I'm sorry. I'm sorry. ワカメ sorry. I'm beautiful Japanese pretty wife. Pretty sexy bye, thank you. 早く早く進んでってよ。あなたがそこにいるとね、パーカー沈んじゃうんだから。あの、どう考えてパーカーの方が重いんだからね、クリスよりも。おうおう、頑張れ頑張れ頑張れ。ほい、ほい、ほい。オッケー、クリスよりジルの方が役に立っている。そりゃそうか、俺が操作してるんだもんな。よし、先に行こう。 We may not. We may not. Yeah, I know. だから全員で、まあ大体こういう時にクリスは当てにならないからな、本当にな。Damn. うん、リアルにもうね、残念ながらね、あのクリスがね、全員で生き残るぞっていう時は、ね、大体死者出るから、本当に。よし、じゃあ行きましょう。まあでもね、全員で生き残る、うん、まあこれはまああれだな、うん、この先の名言を避けておきましょう。わー、キャッチ、すごいよね、本当に。これ片手でキャッチしてんだって、しかも女性が。ありえねえよな。で、この時にね、全然、あー、おっぱい。最後に、たわわに実った果実を見ることが嬉しかったぜ。二人いりゃ持ち上げられんだろうって。なぜクリス、この時も片手なんだ。ねえ、こういう時に限って、危ないー、急がないと、うわー、すごいね。まあ、チュル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 。だから、クリスが両手で支えて、ジルがクリスの体を支えてあげてんじゃないの？え？そんなバカな。そんなバナナ。あー！ね、お互いに握る力がなくなったらね、握れなくなっちゃうね。まあ、あれでもクリスが仲間を失う。まあ、実際はあれですけど、クリスが仲間を失う悲しみを知ったのは、これが最初なんだけど、最初なんだけど、まだそこまで経験はしてないから、今ここであっさりなんだね。だってバイオ6の頃のクリスなんかさ、デメッツって言ってさ、エイダーとか言いながらブワーって暴走するけど、うん、ね、で、あともう一つ理由はあってね、こんなにね、悲しいみたいなこと言ってるけど、楽しかったぜクリスって、じゃあ楽しかったぜジルしか言ってくれないから、あ、俺は関係ないんだなって言って、なんか拗ねちゃったっていうのがあるよね、うん、ね、可愛らしいよね、拗ねたってね。あそこいるんだよね。Damn. うりゃー、危ない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 、おら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 ほっ、あいた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 、よし、ほい、あいた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 、ほい、ほい、あー、オッケー、よし、で、あー、これこういう式か、連打じゃないのね。とりあえずこいつを倒しとかないと、これをくるくる回す余裕がないからね。よし、じゃあ行こう。で、さっきからなんかねえ、エッチなやつを飛ばしてきてるやつがいるんだけど、気のせいか。あ、やった、ライフル、ライフル結構貴重なんだよね。よし、オッケー、で、よし、勝った、意外と固め、メンマ固め。おー、お前か、うっ、危ない危ない危ない、普通に、え、雑巾絞り、うわー、知らんかった、捕まったら、おー、えぎー、やー、なん、捕まったらおしまいでございましたか、こいつ。え、あ、即死野郎だったのね、こいつ。相手にしちゃダメじゃん、じゃあ。めんどくせー、やっちまった、やられただ、どこからだ、わー、こっからだ、素晴らしい。ちょっと待って、これデコイだな、これでいいや。で、よし、で、ハーブ、ディアン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 
お腹の中何もない感じがしたけど。生きてたー。普通に生きてたよ。溶けて、今足元より溶けてなくなっています。そうか、ってことはあいつが出てきたら普通にパルスでなんとかしたらいいのかな。パル、これ、なんだっけ、パルスだったっけ。いまいちね、あんまりこれをね、あ、マシンガンに変わってる。お尻いい感じ。もうショットガンもあんまりね、使う機会もないので、そうそうなくなるだろうからね。よし、こっちで、でん、でん。もう一丁、あれ、生きているんだ、友達なんだ。あー、回るんだ。で、ほい。でん、バイバイ。オッケー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 。あんなの相手にしちゃダメっすよ、ほんとにもう。これ、ハーブが重いとか。あ、ちょちょちょ、取ろうぜ。せっかくならハーブ取ろうぜ。で、ゴリラ来てる？ウホウホ言うてる？あ、てて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 お前、お前ゴリラ、ゴリラ、お前ゴリラ、この、お前こっちだじゃねえよ。消えてるし、透明になってる。あれ？ゴリラ？ゴリラ？ゴリラ？あのゴリラ、あのゴリラやばくない？肝心の時だけさ、急になんか。Almost there, Chris. Oh, let's got it. 選手まで走るぜ、イカク。あ、あの、出てくる敵をボコボコしばき上げていただきたいんですけど、やっていただけますかね。なんか、ハントゥー、ハントゥーが出てくるんじゃないかーなんて思ってるすんげ、エラーになってる。わー、これなんか船が落ちてきてやばいことになるんじゃないか。大丈夫か。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。チル、気をつけろー。あ、痛いー。見えなかった。気をつけろじゃなくてさ、銃で破壊して倒してくれよ。こっちに向かって進んでいけばなんとか助かるんば。痛いルンバ。全然ダメだね。どっから降ってきたのよあいつ。やばいやばいやばい。あと2分、まああと2分。ああ、お股がいいか、お尻のつれ具合がいい感じなんだけど。おっ、嘘やん嘘やん。こんなところでダメージ食らうってもう、わっと、や、危ねえじゃん。危な危な危な。もう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 さあ、空飛ぶ棺桶に乗って、我は今から脱出するべ。やばいやばいやばい、爆発してる。このままじゃ、このままじゃ沈む。沈む。ヘリも一回、ヘリも一回、一回飛んだ方がいいよ。逃げれます。うぅ、空を飛ばすことなく棺桶になっちゃった。ああ、クジラに行こうよ。さっきからそんなことになるって大きいね。大きくなっちゃったよ、本当に。さあ、一発、あれ？あ、そっか、勝負する前に終わりだったんですね。エピソード10。エピソード10、ここで終わりなのか。No more lies。もう嘘はチキンニャーイってか。いやー、一回死んじまったね。やっちまったな。かわいいよね。はーい。ということでね、キリオクエピソード10終わりということだったんですけど、多分ね、終わった瞬間に、確か、次始まった瞬間にボス戦が始まるんじゃなかったかな。そんな気がするんですけど、まあ、次回パートでね、早速、激しいボス戦をお見舞いできたらなというふうに思います。ということで本日も動画ありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。では次回パートでお会いしましょう。またね。